こんにちは、店長です。今日はお買い物ではないビームスジャパンの楽しみ方をお伝えしたいと思います。今日は、ビームスジャパン5階にある B ギャラリー、いいんですよ。ビームスジャパンには唯一、ビームスの中で唯一ギャラリーが併設されているので、まあ、お洋服とかお買い物以外にも楽しめる。行ってみよう。すげえ今回の展示もいいんだよな。なんかアメリカ感じるんだよな、めちゃくちゃ。しかもこれ写真とか絵だかよくわかんないけど、めちゃくちゃ綺麗だな。ほら、すごくない？あ、キトラさん。お、キトラさんじゃん。こんにちは。こんにちは。Bギャラリーのキトラです。ちょっといろいろ教えてもらいたいなと思います。すごいね、今回この作品。いや、素敵ですよね、本当に。私も最初、川本さんに聞いた時に、写真の作家さんだと思う、写真家の方だと思ったくらい、もうすごいリアルなんですよね。もう顔の写真みたいな立体的な顔とかで、まあ、全部これアメリカの映画の一場面をクリッピングした作品になるんですけれど、これとかジョーズ、これ、はい、ジョーズの一場面、近くで見て、これすごくない？写真だよ絵だけどめちゃくちゃなんだろう、すごい丁寧というか、自分もそんなにアート詳しくないですけど、繊細なタッチで、なんかこの絵でも写真でもない感じがいいんだろうね、やっぱ。でこれ全部その川本さんが子供の時に見てた映画の一場面なんですよ。で70年代って昔はよくそのテレビで、あの映画がアメリカ映画がすごく流れていて、その時に自分が好きだった映画っていうのを全部その作品に、まあ、全部じゃないと思うんですけど、すごい映画好きな方 でその一番の全部クリッピング、その動画を提示してその一番を描いた作品に全てなります。通りでアメリカ感じるわけだよ。アメリカ好きです。映画好きの方には本当にもう心がめちゃくちゃ刺される展示かなと思っていて、うん、私は、まあ、マリリン・モンローの作品、私も女優のこの感じとかもすごい素晴らしいなと思って、ね、素晴らしいよ。一作品一作品本当に足を止めてまじまじと見てしまうっていうのが今回の展示の展示だなって私はすごく思いますね。なんかこう川本さんがすごいアメリカが好きな感じもビンビンに伝わるね。色彩感覚が、私はその色彩と、あとそのクリッピングするその場面をクリッピングするっていうのは、やっぱもう本当に川本さんがその映画好き、その映画が好きだからっていうのがもう本当に伝わっていて、この色彩感覚、色彩もぜひ見てほしいです。この全部油彩なんですけれど、このさ、モーテルだか部屋だかわかんないんだけど、このランプの感じとかすごいよ、もう。あ、アメリカ行きてえわ。なんか映画じゃないのもちょっとあるっぽいんだけど。そうなんですよ、こっちの作品は全部大分の作品で、川本陽子さんの地元の大分の展示に、あ、作品になります。これも写真を撮って、でその写真撮ってそれを描く、うん、本当に忠実に再現してるんだなって私はすごい思うんですよ。してるよ、すごいよ、すごいですよね、本当にめちゃくちゃすごい。もう生で見てもらいたいもんな。でもう全部この作品、今回の作品全部2018年から2020年の作品になるんですが、ただでもその写真自体は本当にもっと昔に撮った写真を今描きたいからって言って撮ってその写真を撮るとか、本当にその年代もいつの写真かわからないものを今描いています。うん、なんかちょっとビ
ィンテージの車の、まあ、ヴィンテージのモチーフに描くのが結構川本さんも好きで、そういう作品もあるし、なんかちょっとなんか懐かしい気持ちになる、ノスタルジックな感じ、ノスタルジックな感じ。私田舎出身、滋賀県なんですよ。滋賀県出身なんで、まあ、ちょっと琵琶湖の海のものとか結構なんか心が揺れるというか、なんか五感を思い出す、その匂いとか、その太陽眩しかっただろうなみたいな、ああいう思い出とか、なんか結構五感から思い出すっていうのが、その川本さんの作品の力強さじゃないかなって、私は個人的にはすごい思っていて、これとかも葉っぱの匂いとかなんか感じませんか？すげえ、見て、ちょっとこれも近くで葉っぱの匂いするわ。葉っぱの匂いしますよね。めちゃくちゃする。すっごい気持ちいいんですよ、前に立って空気を吸うと。これよく見るとね、描いてるものがキャンバスとこれはなんかちょっと違うよね。あ、よくお気づきで、これ木のパネルなんですよ。なんかちょっとだから若干作風は遠目で見たら一緒なんですけど、近くで見たらちょっと、こっちの方がやっぱ木のパネルってツルツルと描きやすいので、ちょっとなんかペンの乗せ方が違うとおっしゃってました。なので油彩の作品になるんですけれど、こっちとキャンバスの作品ちょっと近くで見るとちょっと違うっていうのも、ちょっともう本当にそこも足を止めて見ていただきたいポイントの一つです。ね、すごい細かいところでめちゃくちゃ面白いよ。そういう違いをこう噛み締めながら見るというか。今回の川本裕子さんの展示はいつまで？2020年12月30日水曜日まで。はい、年内最後の展示になります。いいですね。ぜひ。すごく見応えがある。これは絶対、もし足を運べる方は本当に5分10分でもいいんで立ち寄って見ていただくとすごく楽しめると思います。で、B ギャラリーっていうのは、展示が、ほぼ途切れることなく、はい、今週間会期の1週間のその期間の搬入搬出があるんですけど、ほぼ途切れることなくやってますので、まあ、各 SNS やホームページなど見て展覧会の情報を見ていただけたら嬉しいです。本当にめちゃくちゃ面白いんで、 B ギャラリー、なんかお買い物しながらこうプラッと見て、別に作品を買う買わないとかではなく、あんまりアートに触れる機会がある人ない人いると思うんですけども、ゆっくり見れるのもすごくいいですし、こういうプロフェッショナルのスタッフもいるんで、いろいろ話を聞きながら見るとまた楽しいと思います。今すべて展示販売しておりますので、何か興味がある気になる作品あればぜひ何なりスタッフにお申し付けください。なかなかご来店が難しい方はこういった作品集もあるので、お家でコーヒー飲みながらゆっくりこういうのを眺めるのもいいですね。今回の、展示の作品集もありますので、なんか映画を見た後にこの作品を見るのも良さそう。あと飾りたい方はポストカードに。本日も BEAMS JAPAN TV をご視聴いただきありがとうございました。またねー。